9月21日から30日まで秋の全国交通安全運動を実施しています。秋は日没時間が日増しに早くなり、歩行者、自転車、車などお互いの動きが見えづらくなる夕暮れと帰宅時間帯とが重なり、交通事故の増加が心配されます。そこでこの運動は、市民の皆さんが日頃の自身の運転や道路での行動を見つめ直す機会として、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけることで交通事故の防止を図ることを目的に実施します。運動の重点に沿った交通安全運動を地域、職場、そして家庭で推進し、地域の皆さん一人一人が交通安全の意識を高め、交通事故の防止に努めてください。それでは運動の3つの重点に沿って関係機関団体の皆さんからメッセージをお送りします。ドライバーは運転に集中し、常に危険を予測するとともに、子どもや高齢者などへの思いやりのある運転で交通事故防止に努めましょう。歩行者は近くに横断歩道があるときは必ず横断歩道を渡る。走行車両の直前直後を横断しないなど、基本的な交通ルールを守りましょう。歩行者に気づかないドライバーもいることから、手を挙げるなどして横断する意思を伝える、横断歩道ハンドサインキャンペーンを推進しましょう。日に日に日没時間が早まり、夕暮れ時や夜間の重大事故の発生が懸念されます。自動車は早めのライト点灯とハイビームの活用、歩行者は反射材用品の着用を徹底し、交通事故防止に努めましょう。飲酒運転は極めて悪質で危険な犯罪行為です。飲酒運転は絶対しない、させない、許さないという強い気持ちを持って、社会全体で飲酒運転を根絶しましょう。自転車運転者は自転車が車両であることを認識し、交通ルールを遵守して交通事故防止に努めましょう。交通事故で負傷した場合、致命傷となりやすい頭部を守るため、乗車用ヘルメットの着用に努めましょう。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認など自転車安全利用五則を守りましょう。また自転車損害賠償責任保険などに加入しましょう。トマトーズは交通安全教育の指導や啓発活動を行うとともに、一緒に活動していただけるメンバーを募集しています。詳しくは松阪市のホームページをご覧いただくか、松阪市役所地域安全対策課までお問い合わせください。 1. 自転車は車道が原則、歩道は例外。 2. 車道は左側を通行。 3. 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。 4. 安全ルールを守る。5. 子どもはヘルメットを着用。運動期間中、関係機関団体が重点を踏まえ、連携して交通安全運動を推進しています。また、9月30日は交通事故死ゼロを目指す日となっています。皆さんで交通ルールを守り、交通事故ゼロを目指しましょう。